あのタコ、機嫌によって顔の色が変わるだろう。観察しとけって言ったやつできてるか？一応、余裕な時は緑のしましまなのは覚えてるよね。生徒の回答が間違ってたら暗い紫、正解だったら明るい朱色、面白いのは昼休みの後で。俺は知らなくていいんだよ。作戦がある。あいつが一番油断してる顔の時だ。お前が刺しに行け。あ、僕が？でもいいこぶってんじゃねえよ。俺ら E 組だぜ。ここのレベルについてけなかった脱落組、通称エンドの E 組。毎日山の上の隔離校舎まで通わされて、あらゆる面でカスみたいに差別される。落ちこぼれの俺らが100億円稼ぐチャンスなんて、社会に出たってこの先一生回ってこねえぞ。抜け出すんだよ、このクソみたいな状況から。たとえどんな手を使ってもな。しくじんなよ、渚くん。ハハハハハ。渚のやつ、E 組行きだってよ。終わったな、あいつ。俺、あいつのアドレス消すわ。同じレベルと思われたくねえし。うわあ、だ、おかえり先生。どうしたの、そのミサイル。お土産です。日本海で自衛隊に待ち伏せされて。大変ですね、ターゲットだと。いえいえ、みんなから狙われるのは力を持つ者の証ですから。さあ、5時間目を始めますよ。はい。先生にはわからないよね。みんなから暗殺のターゲットにされるってことは、裏返せばみんなに力を認められているってことだ。そんな怪物に期待も警戒もされなくなった。認識さえされない人間の気持ちなんて。お前のおかげで俺の評価まで落とされたよ。唯一良かったのは、もうお前を見ずに済むことだ。やれるかもしれない。だってこの先生にも僕の姿は見えてないから。お題に沿って短歌を作ってみましょう。ラスト7文字を触手なりけりで締めてください。書けた人は先生のところへ持ってきなさい。チェックするのは文法の正しさと触手を美しく表現できたか。できたものから今日は帰ってよし。先生、質問。ん？何ですか、茅野さん。今更だけどさ、先生の名前なんて言うの？他の先生と区別するとき不便だよ。名前ですか。名乗るような名前はありませんね。なんなら皆さんでつけてください。今は課題に集中ですよ。はーい。プシュー。もう？もうできましたか、渚くん。昼飯の後で僕らが眠くなる頃に、先生の顔が薄いピンクになる時がある。茅野の質問への反応を少し遅れた。多分先生も一番油断する時間なんだ。渚、この進学校で落ちこぼれた僕らは思う。やる気か。どこかで見返さなきゃ。やればできると、親や友達や先生たちをやればできると認めさせなきゃ。言ったでしょ、もっと工夫を。どんな手を使ってもしまし。BB 弾グレネード、特製のな、もらった。ボミーク暗殺教室第3回、いかがだったでしょうか。この先生役の小野坂雅也です。塩田渚役の山本のぞみです。
寺坂龍馬役の小池健一です。すみません、失礼しました。大丈夫ですか？すみません、頑張ってますけども。これ本当もう先生がこれ聞いた瞬間に、うん、俺の一番思い入れのある寺坂を、なんてことをしてくれたんだ。どういうやつだ、小池か、小池かってなるよ。すみません、なるよ。きっとなるよ。ですよね。一生言われるよ。もう僕仕事できない。もう集英社の作品一生出る。結構大きいぞ。でかいっすね、ダメージ。ということで、はい、今日はなんと、うん、この寺坂役のね、小池くんが、はい、お世話になりました。グレネードの、はい、グレネード中央、はい、もう自分でもやっぱりグレネード作ったりする？そうですね、家で時々、うん、はい、するんだ。やっちゃいますね。これは先生団調達のなかなか大変なんですけど、優しい、捕まりますね。どうですか山本さん、はい、グレネードを作るような男性。いや怖いですよね。私はあの武器とかよりも素手で戦ってほしい人間なので。格闘ね。格闘派なので、ちょっとグレネード作るような男性はちょっとすいません。ダメだってよ。悲しい。お前集英社にも見放されて、山本さんにも見放された。何にすがればいいんでしょうねこれね。大変だよ、もう今日から頑張っていかないと。ですね、ちょっと鍛えます、体鍛えます、殴ります。殴ります。誰を、はい、誰を、誰かを。今日からもう必死にね、必死に、はい、必死にやってください。はい、もう何もかも殴り殴られ、はい。殴り殴られ、はい。学校でグレネードで奇襲したことなんてありますか？ないでしょ。絶対ないでしょ。なかなかちょっと難しかったんですけど。難しかった。はい。やっぱ隙を見計らうのがちょっとね、うん、ちょっと渚くんのようにうまくはいかなかったんですけど、僕だけ爆発しちゃったりとか、ね。よくあるよね。はいはい、完全な自爆だけに。よくある、よくある。痛かったです。山本さんはグレネード好きですか？いや、グレネードは好きじゃないですね。うん、そうですか。はい、怖いじゃないですか、だってそんなの爆発したら。はい。なんでそんな不思議そうな目で見るんですか？だって、え、男性の方はグレネードが当たり前なんですか？ですよね、男はグレネード大好きですね。おかしいな、青森では流行ってなかったぞ、グレネードは。はい、東京だと流行ってるんですか？グレネードがね。グレネードが、うん、何週かしてますよね、流行り。グレネード、そうなんですね。グレネードしてるよ。グレネードとかの番組とかもあるんですか？そうそうそう、あるんだ。スーパーグレネードね。何それ。ウルトラスーパー。おかしい、爆発させてやるぜみたいな。みたいな感じですね。理由はね。そんなのあるんですね。勉強した方がいいですよ。わかりました。くだらない。どうせまたお魚の話ばっかりしてるんでしょ、青森の子って。なんですか？お魚の話ばっかりでしょ。お魚ばっかりでしょ。青森だから。お魚も。バカにしないでください。はい、ということで。